インドと国境を接する南アジアの国、バングラデシュ。今、世界で最も貧しい国の一つと言われています。この国では、790万人もの子どもたちが、今日を生きるために働いています。朝の5時、12歳のミナちゃんは市場へやってきます。店を回って、物乞いをするためです。売り物をタダで恵んでほしい、と毎日来るミナちゃんに、店の主人たちは嫌な顔をします。それでも彼女は何時間も歩き回ります。集めたものを市場やスラムで売るのです。午後はゴミ山へ行きます。ひどい匂いの中、売れるものを探して歩きます。腐った水からは有毒ガスが発生し、鋭いガラスや金属がたくさん落ちています。怪我による感染症が元で命を落とす子どももいます。スラムに生まれた彼女は6人家族、母親と2人で家族を支えています。誰にも言えない思いがあります。本当はもう行きたくない。一人で何度も怖い思いをしたのです。2年前、帰り道で車にひかれて大怪我を負いました。お母さんは帰らないミナちゃんを探して泣きながら歩きました。見つかった時の姿が忘れられないと言います。厳しい貧困の中、娘を守ってやれないという現実に苦しんでいます。事故の翌日、ミナちゃんは足を引きずって市場へ向かい、動かせる方の手でゴミを拾いました。その日食べるものを買うために働かなくては。その一心でした。それ以外の生き方を知りません。そんな毎日の中で抱くミナちゃんの夢。1日あたり150円の支援があれば、彼女は違う生き方を始めることができます。チャイルドスポンサーになってください。彼女の夢が消えてしまう前に、今すぐご連絡ください。薄暗い家具工房で働く男の子がいます。マスト君、12歳。一日中重い木材を運んだり、家具の材料となる木材を加工したりして働きます。いつも悲しそうな目をしています。本当は学校へ行って勉強したい。ずっとその思いが消えないのだと言います。マスト君はおばあちゃんと2人で暮らしています。小学校2年生の時、おばあちゃんが病気になり、学校を辞めて働くことを決めました。働いて得られるわずかなお金は薬や食べ物でなくなってしまいます。もしも好きなものを買えるお金があったら何が欲しいと尋ねてみました。二人きりの家族です。彼の一番大切な人はおばあちゃんなのです。勉強が大好きで成績も良かったマスト君は、お医者さんになるのが夢でした。でも大好きなおばあちゃんのためにその夢を諦めました。1日150円の支援があれば、マスト君はもう一度夢を取り戻すことができます。チャイルドスポンサーになってください。すべての人々に何もかもはできなくとも、誰かに何かはきっとできる。すべてはこの思いから始まりました。ワールドビジョンは1950年に設立された国際 NGO です。現在世界のおよそ100カ国で子どもたちを支援しています。子どもたちの健やかな成長のために、子どもを取り巻く環境を長期的な支援により改善するプログラム、それがチャイルドスポンサーシップです。十分な食事や安全な水、教育の機会を確保し、将来の選択ができるよう地域の環境を改善していきます。チャイルドスポンサーになると、支援地域に住む子どもチャイルドをご紹介、手紙や訪問で心のつながりを持ちながら支援の成果を実感いただけます。1日あたり150円、あなたの支援で子どもたちの未来が変わります。公式サイトでは支援を待っている子どもたちの情報が今すぐご覧になれます。お電話でもお申し込みいただけます。あなたを待っている子どもたちがいます。チャイルドスポンサーになってください。ワールドビジョン。